ピコピコチャンネル始まるよ。どうもピコン前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は筋肉動画となっています。そして今日チャレンジするのはてっぺんベンチプレスチャレンジ2020年のルールを適用させていただきます。自分の体重の重さをベンチプレスで何回持ち上げれるかを競うチャレンジ企画となります。番組では武田真嗣さん49回、横川さん32回、ミルクボーイ駒場くん18回と筋肉自慢がチャレンジしている企画です。果たして身長144センチ、体重40キロの前田が挑戦したら何回持ち上げれるか最後まで頑張ってみたいと思いますので、応援よろしくお願いします。頑張るぞの忘れてました気をつけてやります。
う問題もあったか分かんないですけれども、記録は33回でした。わー目標の20回は超えることできました。パチ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 。武田真治さんの49回には及ばなかったんですけれども、ミルクボーイ駒場くん横川さんよりは記録を超えることができました。実は半年前にこちらに帰宅した時には32回だったんですけれども、それよりもプラス1回、33回できることができました。あ、疲れた。はい、ということで今回はてっぺんベンチプレスチャレンジさせていただきました。記録は33回。またこれからも筋肉動画をアップしていきたいと思いますので、これからもビコビコチャンネル応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それではまたね。イエイ。チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。